もうほぼ新築の規模で買えるから結果的に多分お得になると思う。中古と新築どっちもメリットありますんで、本当人それぞれかなと思います。どうも宮です。今回ですね、新築と中古住宅の予算や特徴についてお話をしていきたいなと思っております。この動画はですね、新築と中古どっちがいいのって悩んでる方もいると思いますので、実際にマイホーム建てた方がいい人と中古住宅買った方がいいよっていう方ね、分かれてますので、それぞれについてお話をしていけたらなと思っております。宮さん的にはなんかどっちの方がおすすめとかっていうのあるんですか？結論、僕はね、中古住宅を買った人間なので中古派ではあった。ただね、人によってやっぱり新築の方が根強いんですよ。日本って新築が当たり前みたいな文化があるんで、アメリカとかだと逆で中古が当たり前みたいな風潮があるんですね。そんなんあるんですか？そう、だからそれと一緒で、人には向き不向きみたいなのありますので、一概にどっちかは言えないんだけど、僕個人の意見としては中古おすすめでしたよみたいな。ただ仕事からね、新築じゃないと困っちゃうんでね、新築も建ててほしいんですけど、なのでどっちも実際ありますよっていうところです。そういったリアルな情報もそうですし、プロってこういろんな現場見てると思うんで、そういったところも含めてどっちの方がおすすめとか、どういった特徴があるとか、そういったのも含めて教えてほしいです。 OK ですよ。じゃあ皆さん、はい、何個か気になる点とかがあって、大枠3つぐらいあるんですけど、うん、まずそのうちの1つとして、やっぱ新築住宅と中古の住宅の差ですね。はい、これちょっと教えてもらいたいなと思います。あー、なるほどね。そもそも見た目全然違いますね。新築の場合は皆さんご存知の通り新しいです。それは当然どういうことかというと、設備もおのずと勝手に新しいものが入りますね。単純に物の新しいとかじゃなくて、最新モデルが入るっていう意味ですね。あー、なるほど。そうそうそう、はいはい。中古を買うと例えばエアコンとか最初からついてたりするかもしれないけど、うん、もう10年落ちのものがついて勝手に入ってる。あんまないかもしれないけど、テレビも一緒についてきて、それが古いのがついてるみたいな形ね。はい、新築の場合は例えばキッチンとかでもそうだけど、何にしてよ、こう家具家電を持ってこない限りは基本新しいものを揃えるはずだから、うん、そういう意味で最先端の仕様の設備を入れることができるっていうのはありますね。三輪さん、うん、ぶっちゃけますよ、はい、中古住宅でも新しい設備買えばいいだけじゃないですか？あ、そうだねそれ言ったら終わりなんだけど後半に入っちゃうんだけど、賢い人の買い方で実際あるのが、中古物件購入します、はい、そもそも中古住宅の場合って、これ実際年数によると思うんですよ。極端な話、中古といっても新築2年の中古物件とか、はい、多分そんな安くないんですよ、うんうんうん、でもやっぱ築10年20年すると一気に落ちて半値ぐらいになってたりするじゃないですか、はい。まあ、実際僕もそうなんですけど、そうなった時ってやっぱり新築で建ててたら多分5000万しましたっていう物件が2000万、うん、3000万になってるってことは、まあ普通にあると思うんですね、はい。でそういった物件を購入して、そこでまたリフォームローンとかを組んでもらって、中にあるものを撤去してリフォームで入れ替えるみたいな、それで新しい設備を入れるっていうのは結構賢いやり方かもしれない。これ結構賢いんです？賢いと思うよ。なるほど。だから新築だったら5000万なのが 2,3000 万で買ってプラス1000万っていう形で落ち着いたりするわけだから、すごいお値打ちだよ。そうですね、うん、それだけ聞くと。だから中の設備だけ気に入らなくて、建物本体とかすごい気に入ってるとかであれば、そういうやり方を使ってもらえればいいのかなと思いますね、うん。ちなみに宮さんは、まあ、今室内のお話してもらったと思うんですけど、どちらかというと外交のプロじゃないですか？そうですね。外交の新築と中古の差というか、そこってあったりするんですか？これ面白くて、はい、今中の設備の話したじゃん。だから設備っていうと、ちょっと家電って言ったらだけどさ、食洗機とかさ、うん、そういったものって劣化とかありえるじゃん。ただ外のものってあんまなくて劣化っていう概念が少ない。なんでなんですか？そもそも中のものとかを変えたりするかもしれないけど、屋外のものって変えない前提で作られてるの、素材とかが、耐久性が高い。なるほど、はいはい。あえて例外を言うと、植物とか天然木のウッドデッキとか自然素材のものであれば劣化はあるかもしれないけど、人工的なフェンスとかカーポートとかっていうのは当然ね、腐るとかがないわけだから、汚れるとかあるよ、そりゃね、はい。そういうものね、皆さんイメージつくと思うんですけど、そういったものは変えないので、うん、基本的に中古を買ったとて見た目が汚れてるぐらいで、機能的な不備っていうのはあまり少ないね。そうなん、そう。だからここは結論、僕は屋外に関しては後悔はないかなと思って。そうなんですね、はい。新しいものとかを入れたいとか、うん、汚れをちょっと気にしてる方とかだったら、まあ、新築で新しいのとかか、外交でも解体してリフォームっていう手はあるよ。でもやっぱ家の中はよく聞くよ、ね、中古買ってキッチンと水回り通りだけはきれいにしたいってことで撤去して入れ替える人はいる。外交はね、普通に家を買ってとかじゃなくて、住んでるうちに使いづらいからリフォームっていうのはあるけど、うん、中古物件買って外交リフォームあんま聞かない、ね、最初からって言うとあんまいない、ね、そう、あんまいない。なるほど、わかりました。
今までなんか新築と中古の差についてお話ししてもらったと思うんですよ。ここで気になったのが2つ目ですね、はい、新築と中古どっちを買った方がいいのとか、あ、なるほどね、こっちはこういう人が買った方がいいとかあると思うんですよ、うん、はいはい、ちょっとそれ触れたいなと思って。あ、 OK OK OK。 中古物件を買った方がいい人はどういう人かというと、僕みたいな思考かもしれんね。お、というと、うん、もうちょっとさっき結論言っちゃったけど、やっぱり少しでもお値打ちに買いたい。うん、要は誰かが所有してたとしても抵抗がないっていうところだよね、はい、必ず潔癖みたいな形で新築の綺麗なものじゃないと嫌だよっていう方であれば当然新築の方がいいかなと思う、うんうんうん、で中古車みたいな形で中古物件でも全然抵抗ないよって方であれば、はい、値段も抑えられるからとにかく安く買えるわけだから、うん、中古物件でもいいんじゃないかなと思っちゃうね。 あとは大きな差で言うと間取りだよね。間取りですか？そう。どういうことですか？間取りが中古物件の場合もう固まってるわけじゃん、はい、買えれないから、まあ、リフォームとかすれば買えれるかもしれんけど、うん、もうあるものだから基本的にはそれを見た上で買える、うん、反対に言うとリアルが見れる部分もあるよね。あ、そうですね。新築だとイメージしながら外交屋さんとか建築会社さんと打ち合わせしながら決めてイメージの中で進めていくんだけど、中古の場合はリアルで体験できる。それいいっすね。そうだからもう今思ったと違ったっていうのはないよね、絶対に。そうっすね。そう、もうタイルとかも全部貼ってあるし壁紙もあるから、うん、まあ、この壁紙いいなとかこれ嫌だなとか分かるよね、うんうん、モデルルームみたいなイメージで、うんうん、だからそういう体験ができることもあるから、実物を見てしっかり決めたい人である中古もありかなと思うと、はい、少し話戻るけど結局のところこう中古でも抵抗がない、お値打ちで買えるからね、は、うん、まあ、いいのかなと思う、うん、あとは間取りにその文句がないからね、使い勝手とか、とか見た上でこの間取りで嫌だなと思ったらそもそも買わない方がいいし、うん、この間取りでいいなと思った方であれば全然中古で買って損はないんじゃないかなっていう感じ。あ、本当ですか、うん、それなんか例えば外交とかの視点で抑えるべきポイントとか、例えばフェンスが高すぎるとか、そういうの気にした方がいいのかなとか。本当そこは個々の判断にはよるけど、外交で気をつけた方がいい点はね正直あんまりない。本当ですか？あ、1個あるわ。駐車場どういうことかというと、駐車場がそもそも2台用のスペースしかないけど、うん、私3台持ってましたみたいな、うん、これは中古であるかもしれないね、うん、そもそも前提の条件ずれちゃってる。新築だったら当然駐車場3台の設計で外交を作ってたと思うんだけど、うん、2台しかないみたいなね、はい、そういう時は困っちゃったりするから、それこそさっき言ったリフォームという形でまた別でローンを組んだりして外交をいじって駐車場を増やすとか、うん、1台分だけ我慢して他で貸し駐車場を借りるみたいな選択も出てくるかもしれない。わ、うんうん、かりました。聞いてるとじゃあ中古でいいじゃんみたいな思っちゃったんですよ、はい、でも新築のいいところも知りたいなと思って。あ、オッケーオッケー。そこら辺も教えてほしいです。新築買った方がいい方ね。そうですね。どういう人かというと、さっきのちょっと話の逆にはなっちゃうんだけど、はい、まず一つが新品じゃないと嫌な人。新品じゃないと嫌な人。そう、もうちょっと身近なところで言うと、うん、中古の車買いたい人と新車じゃないきゃ嫌な人いるじゃん。僕的には今は新車がいいですかね。ゲレンデです。何ゲレンデってゲレンデ乗っとんの？前乗ってました。本当親父のやつですごいな。まあ、僕ゲレンデだったら中古になっちゃうけど、あの新しい方がいい人は当然新築の方がいいかなと思うと、はい、さっきの話で当然あの間取りの自由度は増しますよね、うん、当然自分で決めれるわけだから、うん、ましてや機能面、断熱でこだわりたいんですとか、建物の仕様としてこだわりが強い方、ハウスメーカーでも断熱が強いとことか、鉄骨とか木造とかあるじゃん、うん、それと同じ話で、まあ、そもそもの根本の仕様の構造にこだわりがある方は新築の方がいいかもしれない。なかなか中古でその条件をマッチするのって難しいと思う。あるものを探すわけだから、新築だと自分のこだわりのメーカーとか断熱のランクとか耐震性とか全部気にした上で作ることができるから、うん、そもそも本体のこだわりが強い方は新築がおすすめ。そうですよね、うん、あとは冒頭で言ったけど最新の設備とかね、お風呂とかユニットバスでもさ、すごいいろいろあるのよ、うん、持たれた時に後ろからこう滝みたいに出てくるやつとか。マジっすか？そう、そういうのとか、なんか音楽が流れる仕様とか、こだわりを入れたいものがある方とかはやっぱ新築の方がいいのかなとか、うん、今ポイントとしてこだわりっていうのが一個大きなポイントかもしれないですね。確かにめちゃめちゃやっぱこだわりたい方ってピンポイントできっとあるのよ、うん、ウォークインクローゼットこの広さが欲しいとか、トイレはこの広さがいいとか、お風呂をこだわりたいとか、いろいろ人によって違うじゃん、ポイントっていうの。これ中古でやっぱさっきの話なかなか当てはめるの難しいから、そういった方はまず新築の方がいいのかなと、はい、とにかく間取りが一番でかいよね。そうっすよね、うん、注文住宅だった場合はもうある程度土地の関係もあると思いますけど、ある程度自由にこう配置できるというか。できるし、お子さんが何人いるか、確かにそうですね、3人2人、まあ、そもそもいないとか、うん、将来的にも考えてないっていう方であれば子供部屋なんていらないし、うん、じゃあ平屋でよかったよねとか変わってくるわけだから、うん、この辺りも結構変わってくるかもしれない、うん、なるほど。耐震も結構違うらしいよね。平屋が一番耐震性が高くて、次に3階、その次2階建てが耐震性が強いらしいんだね。皆さんなんか詳しいですね。もう詳しいよ。なんでなんですかね。まあ、僕はね家のことに関しては本当はピヨピヨちゃんなんでね、ピヨピヨ言ってるんですけど、これはね職人社長とかコラボさせてもらっていろいろ教えてもらってるんでね、うん、そうですね、手についてきませんね、ちょっと知識が。
前上げた動画で職人社長とコラボしてるんで、今回の内容も踏まえているところもあったんでね。確かにあったね。ありますね、はい、三輪さんが中古でみたいな。ありましたね。それも見てもらえたらなと思うんですけど、はい、思った時に、うん、僕的にはあんまこだわりないなと思ってる。どちらかというと中古にちょっと偏っちゃったっていうのがあるんですよ、はい、これ最後気になったのが3つ目なんですけど、はい、中古住宅を買った場合お金が浮きやすいと思うんですよ、はい、新築に比べると。じゃあこれどこに使えばいいのかなっていうのを、はいはい、予算別と言いますかっていうのもしあれば教えてほしいなと思いまして。いかにお金を浮かせるかだと思うんだけど、これいろいろ当てはめれるんだけど、家具家電が大きいんじゃない。家具か家電、そう、もしくは車を買う人もいるよね。だから新車のプリウスが欲しいっていう方であれば浮いたお金を当てはめる人もいるし、でも大体の方家具家電が多いんじゃないかな。やっぱ家具家電って結構お金かかるのよ。なんだかんだかかるんですよね。普通にかかる。やっぱ何が違うかというと、今まで賃貸だった人が大多数なんだよ。そういった時に賃貸用の窓のサイズの窓のカーテンはあったけど、うん、新築になったらそもそも窓の数増えました、カーテン足りません、うん、何ならサイズ違いますって当たり前やね。カーテンそんだけ買わなきゃいけないよねっていう話と、はい、それと同様で冷蔵庫ね、これも今までの家のサイズで我慢してたんだけど、うん、せっかく新築になったのであれば新しいのを置いて家族も増えるかもしれないから大きめを買っておこうとか、うん、いろいろ変わりますので、なんだかんだ各家電お金がかかる。確かに家を買う人ってほとんどの方賃貸だったっすよね。そう、大体はね、大体はそうってなってくると、やっぱ前の設備とかもなんか合わせないといけないサイズとか。あとね、なんだかんだデザインもさ、やっぱ新築を買うイコールこだわりが強いはずだから。そうですね、うん、当たり前だけどこだわっちゃうよね。大体の賃貸だともう白い安いクロスじゃん、うん、もうそれに合わせたなんとなくのソファーとかを買ってたと思うんだけど、例えばソファーはじゃあ青ネイビーにしてましたとかあると思うんだけど、それをね新築の時に持ってきてナチュラルなウッディなあったかいちょっとログハウスチックな感じだとすると、そこにこのソファーを置いて果たして合うのか。確かに。そう、リビングのサイズもきっと違うのよ。今までは10畳でした、でももっと今広いですってなった時に、そのちっちゃいソファーでなんか浮かないのかなとか、そうなった場合また今あるソファーを処分してもらって新しいの買い替えるとかなってくると、多分ねなんだかんだね100万近くなってくるんじゃない？いろいろ考えると。なるっすね、うん、確かに。そう言われると意外とその消費するお金っていうの多いですね、新築になると。めっちゃ多い。今の話ちょっと中古でも言えるっちゃ言えるんだけど、はい、まあでもなんかね割り切りが違う部分があって、うん、どういうことかというと、新築だとやっぱこだわって作ったから最後で台無しにしたくないのよ。なあ、そうですね、だからカーテンとかも変な安いものじゃなくてちょっとこだわったの入れちゃったりする、はいはい、それこそローンを組んでいいの買おうみたいな、はい、僕中古だったんでニトリでいいやみたいな、そういうやっぱ発想にもつなげやすい。まあいいよねこれぐらい。まあいいですね。そう、うん、トータルコストで考えるとやっぱ中古のがお値打ちに済むのかなとは思いますね、まあ、あとはその職人社長の話になっちゃうんですけど、うん、耐震性動向と か, なんか断熱性動向みたいな、あったかさとか、そうやね、地震に強いかとか、そういったとこを加味してどうするかってところですよね、うん、結構大事だね。できてるものをどうすることってなかなか難しいんで、結局また大規模なリフォームしたら、だったら新築でよかったじゃんって話になっちゃうんでね。そうですね。そう、今ある箱で満足できるのかっていうのをベースで考えた上で検討した方がいいですね。そしたら今まで中古のメリットデメリット、新築のメリットデメリットみたいな感じでお話ししてもらってるんですよ。最後にちょっと番外編みたいな感じなんですけど、三輪さん的にこの設備おすすめだよねみたいなのを予算別に。予算別、はい、はい。これ本当に三輪さんの視点でいいので、こういう人におすすめとかじゃなくて、宮さんだったらこれおすすめするのにっていうのを、じゃあ100万円、500万円、1000万円、それ余ったってお話、100万円余ったっていう。あ、なるほどね。だった場合何がおすすめなのかちょっと教えてほしい。わかりました。まずじゃあ100万円からなんです。中古とかで家買います、家具家電揃えます。揃いました。100万余った。100万余っちゃいました。はい、貯金しますね。おい貯金しちゃうんか。設備も何もないですけど。三輪さんならだよって言われたらいやじゃあちょっと外交屋なんでね、はい、防犯カメラつけるかな。防犯カメラ多分10万っすよね。よく知ってんな。それぐらいやね。何使おうかな俺。ファニチャー、外にガーデンファニチャー置きます。外にあれ家具ですよね。家具、うん、机とか外でゆっくりできるようなガーデンファニチャーつけますね。じゃあプラスウッドデッキとか。おお、いいっすね。なければつける。今で防犯カメラ10万、家具30万、うん、ウッドデッキで60万とか、うん、70万超えとかそれって。ちょっと超えないでください。ちょっとまあお釣りもあると思うんで、ウッドデッキ、防犯カメラ、うん、ファニチャー、こんな感じですかね。100万円余ったら。はい、はい、じゃあちょっと余りすぎました。500万円です。貯金しますね。ちょっと。絶対そんな余らんから。資産運用とか言わないでください。絶対そっちの方がいいから。確実に。マジですか。気になるんですよ、はい。業者さんがこれは一押しだなっていう設備絶対気になってると思うんで。500
500万で。500万で、まあ、カーポートかな。まずカーポートで、もっと言うとどんなカーポートですか。まあ、ユースタイラーですとかかっこいいやつが200万ぐらいするんで、まあ、それつけるかな。おお、はい、多分と、さっき言った防犯カメラとかも入れるとして、はい、まあ、100万上乗せさせてください。300万で200万も余るのか。はい、絶対貯金だけどな。まあ植木植えたりとか、はい、あとはね、中古物件だよね。中古物件です。そうですよね。だったらちょっとトイレとかリフォームしちゃうかもね。トイレとキッチン。あ、水回りとか。水回り、うんうん、200万でいけるかなどうか分からんけど、まあ、はい、それぐらいかけると思う。確かに言われて気づきましたけど、それ一番言ってほしかったです。そう。そうですか。まあやっぱ外交のプロなんでね、はい、外から攻めたんですけど、はい、内からも攻めた方が良かったですね。うん、はい、確かに水回りって中古の中でもちょっとこう衛生面で結構重要なポイントだと思うんで。そうなんですよ。やっぱ中古の抵抗あるのって意外とそういうところだよね。デリケートとかさ。いや、そうですね。お風呂とかトイレとかさ、キッチンとか。なんかね、はい、前使ってた人いたら嫌だなみたいな。そうですね。思いがちなんで。それはあるかもね。わかりました。じゃあ最後、1000万円。確実に余らんて。これならそもそも新築買った方がいいんじゃないと思っちゃうぐらいなんですけど。余ったって思う。どんな計算してんの。やべえ、ちょっと1000万余っちゃったと。いいことやん、それ。使わなくていいやん。え、なんすか、貯金っすか。貯金っていうか、まあ、組まんよね、その予定。いや、いいんですよ、はい、まあまあ、じゃあローンとかじゃなくて現金であって、はい、5000万ぐらい用意してたんでしょうね、はい、4000万で1000万余っちゃったっていうことね。そうです。はい、だったら絶対に使わないけどね。なんだろうな、お風呂までいじるかな。じゃあ、あ、水回りで、うん、あのお風呂も入れる。そう、お風呂とさっき言った水回り関係、うん、いじっていくかな、うんうん、で、そうなるとね、あと何使えるかな。てか、めちゃめちゃ使えるか。全然余るもんね。そうですね。多分本格的なリフォーム入れるかもね。ああ、もう完全なる。完全なる。要は畳も古かったりするだろうから、うん、畳も変えちゃって、なんならクロス、はい、部屋のクロスも全部張り替えて、うん、最先端っぽい形というか、まあ、自分好みのものを変えちゃう、はい、多分中古物件だとかだと、そもそも最初に入ってるものが、はい、自分のこだわりじゃない、多分誰かが決めたクロスが入ってるはずだから、うん、クロスは変えますね。なるほど。そうで、あと水回り、さっきのキッチン、トイレ、お風呂プラスフローリングまでいけるかな。まあ、全部フローリングとか変えたりとか、うんうん、てかもうほぼ新築やんそれ。中身。確かに。そう、中古買って新築にするするみたいな感じだね。だからそういう風に変えられそうな内装は全部変えちゃうね。じゃあ、なるほど。そうすると多分何の不満もないんじゃない。確かに。それこそ性能的なところ、断熱が弱かったとか結果的にあるかもしれんけど、はい、まあ、そこはしょうがないとして、うん、見た目のデザイン的なクロスやら、はい、仕様は全部変えれると思うから、もうほぼ新築の気分で変えるから結果的に多分お得になると思う。あ、確かに、うん、ってなってくるとなんか中古でもいいのかなと思うかもしれない。でも多分この発想はやっぱ外交とか家建築に関わってる人だからの発想ではあるから、うん、ね、全くそうじゃない方々、お客様たちがそれを思えるかっていうとちょっと変わってくるかもしれない、ね、うんうん、クロスじゃ自分で何か貼ろうと思った時に、うん、どれがいいんだろう、多分すげえ迷ったんです。混乱して終わると思う、はいはい、何がいいかわからんみたいな、うん、ね、そういうことにもなりかねないんで、はい、あくまで自分ならっていう視点ではあったんですけど、うん、僕はこう思いました。はい、ということでね、今日はね、中古と新築どっち買ったらええねんっていう話でね、お話をさせていただきました。まあ、こんな感じで中古と新築どっちもメリットありますんで、ほんと人それぞれかなと思います。なので自分がどこに当てはまるのかっていうのを考えた上で購入を検討してみてください。はい、ということでね、今日もね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、コメントの方でいろいろご意見とか、私こう思いますとか、こういう経験がありましたとかね、何かありましたらコメント欄の方で教えていただきますと、僕もね、見させてもらってコメント返せるものを返させていただきたいと思っております。また概要欄の方に公式 LINE のリンク貼ってます。登録していただいた方限定の特典をね、5つ用意してますので登録してみてください。またね、同業者の方から結構お話いただいてまして、インスタの DM とか結構いただくんですよ。で、集客に困ってる人とか結構いますので、そういった方に、ね、登録していただいたらいろいろお話させてもらってますので、よろしければ登録してみてください。このチャンネルではですね、今失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報を発信しておりますので、また引き続き今後もね、チェックしてほしいなと思いますので、必ずね、チャンネル登録の方だけお願いして、また明日の動画楽しみにしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、OK です。はい、ちなみに、うん、さっき貯金貯金うるさかったんですけど、はい、仮に今じゃあ僕から100万円渡すってなった場合、うん、三輪さん何しますか。僕何するかな。100万円か。100万円少ないぞ。え？
そんなこと言わないから。100万円だとね、正直貯金というか、はい、ある意味貯金で終わるわ。というと100万円だと、はい、あんま運用しても、運用って株とかさ、投資信託、投資信託なんか回してもそんなめちゃめちゃ変わるかっていうと、まあ、はい、とりあえず銀行に入れとくかもしれない、100万円ぐらい。いやいや、なんかその設備買うとか、子供のためにとか。あ、回答間違えた。そういうリアルな話じゃなくて、はい、そういう話が欲しかった。もうそうやってすぐ経営者だから。100万円ぐらいはやっぱ置いとくと思う。で、それ以上になってくると、はい、普通に運用した方が増えます。また運用の話なんですね。運用しますね。だでも結局銀行にあれば使えるからさ、あ、そういう感じで使えるように銀行に置いてくれ。確かに100万円。お子さんのこと考えてる、そういうことですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。